今年の正月に、大阪大学の科学研究費のちょっとあれで、仕事でタイの、まあ、タイの東大みたいなチュラローコン大学っていうところで、ちょっとシンポジウム、ミニシンポジウムをやってきたんですけども、その時に向こうの方とやっぱりいろいろお話ししてちょっと情報を収集してきたんですけども、あのタイがあのテレビドラマに、よくそういうトランスジェンダー、トランスセクシュアルの方が出てくる。で、まあ、これなんかあのディレク、まあ、そもそもそのプロデューサーにそういう方がいらっしゃるんだそうです。要するにトランスセクシュアルの方が、プロデューサーにいて、その方は結構人気ドラマのプロデューサー、人気ドラマをいくつも作ってる方 でその方が必ずそのトランス MTF のトランスを配役する。でじゃあどういう配役ですかって言ったら、大体主人公の女性の、相談役とか主人公の女性を助ける役だということを聞いて、ああなんて羨ましいんだろうと。日本でトランスが出てくるとですね、これは何もテレビだけじゃなくて小説もそうなんですけども、大体、被害者です。まずあの生きて出てくるんじゃなくて殺されてる。で、解剖したら、あの女性じゃない、もともと女性じゃないってことが分かったとかですね。で前にあの生きて随分出てるなと思うと大体犯人です。あのこれはあの小説でも、まあ、小説をあの原作にしたドラマでも大体そのパターンがもうずっとです。まあ、そういうのを知ってますから、散々見てきましたから、タイは羨ましいなと、まあ、現在のタイは羨ましい、まあ、いいことばっかじゃでもないんですけどね。でそのトランスの MTF のトランスが、女性のそのサポート役、相談役であるというのは、これ実は世界各地のいわゆるまあ先住民文化といったらいいんでしょうか、古い文化の中に、かなり、色濃く見られることで、まあ、有名なところではメキシコ南部のフチタンっていうところの、まあそこはムシアっていうんですね、あの MTF のこと、女性の相談役、アドバイザーっていうケース、それから結構多いのが結婚式の衣装を作ってあげたり、あるいはその結婚式の衣装の花嫁さんの衣装のデザイナーだったり、結婚式のそういうプロデュースをやったりっていうのがメキシコにあるんですよ、メキシコ南部で。でその話を、まあ、前から本で知ってたら、この間あのインドネシア あのスラウェシっていう、昔セレベスって言ったところなんですけど、スラウェシっていう島にもやっぱり MTF の人がいて、でそこの調査をしたあの都立大学の先生にとお話ししたら、やっぱりそこでもあの結婚式の演出を MTF の人がやってる、あるいは 花嫁の改造役をやってる。でそういうの世界中にあるんです。あるいは日本で、三輪明宏さんが、ずっと週刊女性っていう雑誌で、女性向けの人生相談をやってる。